それでは、コンシェルジュさんのコーナーですね。はい、はい、いい子、悪い子、普通の子。いや、もう一発ですか。普通の子、悪い子。言わせてくれない。はい、また、クリスタル営業ワンセット、おかげさまデザイン福島で新宿号でございます。うん、なんか最近調子いいね、ちゃんと言えるようになって。つまんないの。もうですね、1年ですよ。1年、クリスタル生になって1年経ちました。あ、はい、1年経つとだいぶ見えてくる、ね、だいぶ見えてきますね。まだだいぶ、まだイエローカードも少なくなってきたのかなと。来たばっかりくれと思いまして、でもですね、今日あの僕お話するのは、はい、本当ちょうど1年経って、まあ、うちの会社名でもあります、うん、おかげさまっていう言葉をちょっと考えてみたんですよ、うん、おかげさまっていう言葉ですね、あの元々語源はこれ神道とかそういう形らしいじゃないですか、うん、で、とある住職さんから僕聞いたんですけど、うん、大阪の方でよくある会話で、うん、儲かってまっか、うん、あ、ぼちぼちでなって返すじゃないですか、うん、そうするとなんかすごく景気が良さそうな感じに思うんですけど、うん、そのぼちぼちでなって前には実はカッコつけで、うん、おかげさまでぼちぼちでなっていうのがつくんですって。うん、そうなんだ。要するに自分一人でさ、あの、うん、ビジネスをやってて儲かってるんじゃないですよと、うん、皆さんがいるからおかげさまでなんとかやれてますよっていうのが本当の語源らしいんです。ご挨拶の中に入ってるんだね。そうです。それを考えた時に僕ここも1年からやってて、うん、やっぱりいろんなことがあって、うん、本当にこれおかげさまっていうのが大事なワードだなと思って、うん、やっぱりこうここに来た時っていうのはなんとかして一人でやってやろうみたいな感じがあったんです。あった、ありました。あった、はい、結果すごい前面に出てた。結果一人じゃ何もできないっていうことがやっぱ気づいた1年。机の下がね、カラ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 、いつも回転してるようで回転してないんですけどね。で、そのおかげさまで、ね、ここにいらっしゃる皆さん、メンバーもおかげさまだし、すごいね、1年経ったらちょうどそこにたどり着くって、ね、ちょうど1年ですよね。なんかそんなおかげさまっていいなと思って、で、まあ、我々いつも社名でね、おかげさまっていうのを言っているとやっぱりね、入ってくるんですよ。いい。そしたらちなみに お互い様にありがとう、ね、それ飛び越えて、おかげさまの方にね。飛び越えちゃいました。いいんじゃないか。でもね、そのお互い様にありがとうっていう気持ちも、うん、ここ1年ものすごく学んだなと思う。言葉ってさ、言い続けていくとさ、身につくからね。乗るんですよね、うん、それがやっぱりいい人を引き寄せて、うん、いいビジネスを引き寄せて、うん、ね、12月迎えて2017年もいい年に来るんじゃないかと。あなたは覚えてるかしら、クリスタルの、キーワード来年は何でしたっけ。来年は、うん、あれワンセットの皆さん大丈夫か。僕くくくくさっきそこまでクレイジー。うわまさか今年のはずっと覚えてたんですけどね。クレイジーだよ、まあ、そんなクレイジーな変革もね、うん、やっぱりいいかなと思って、みんなでみんなで、あの、思いの一つになるとね、大きなことができるようになっちゃうんだよね。そうなんですよ ね。で、それをまだまだね、こう気づいてらっしゃらない方もいる。それはもちろんね、あの、ラジオ聞いてくださってる人もそう、うん、なんか頑張ってるけども、実はそういう周りの人たちにはやっぱそのまま、ね、頑張ってたらやっぱ支えてくれる人いるんですよ。そうそう、だって本当のことだから本当のこととして話せるじゃない。そうなんですよね、説得力あるよね、はい、それをやっぱ気づいた時っていうのは、うん、まあこうラジオ聞いてらっしゃる皆さんも、うん、あ、実はもう俺の周りも人がいたんだなとか、うん、物もあったなって実は気づく時あるんです、うん、そうなのよ。どうしてみんな見てないんだろうと思うのよね。どこ見てんのと思うんだけど、いっぱいあるんだよね。この気持ちのおかげさまの気持ち、これをね、僕もちょっと続けていこうというか、で、そのいいご縁をまたバトンタッチっていうのを、ずっと見てたよ、新次号。なんかすっごい元気な時と、なんかすっごいしょんぼりの時と、いろいろ見てきたから今良かったなと思う。そうですね。なんかこの思い出話になっちゃったんですけど、でもね、この気持ちを忘れないというのがやっぱり、ね、大事だね。12月ですから、うん、こうまとめるっていうのも大事かなと思って、はい、こんな話です。彼新次号がさ、今のその年齢でそういうふうにね、はい、あの、バイリズムだからさ、いろいろ買ったり悪かったりを体験してるのを見てるのはすごく、あの、実はね、いいなと思って見てるの。ほう、うん、とは、いいなとは。だって
だってさ、ずっとこのトップなわけないじゃない、いろいろあるじゃない。でもそれをやりながらいろんなことを考えたり感じたりとかしながら進んでるわけだから、頑張れ頑張れって狼たちが言ってるわけよ、はい、うん、いいですね、出す、はい、来年も全力でいきますよ、うん、まだまだ今年終わらないですけどねそうだね、終わる果てもまだないですけどみんな新事業をあの見といてくださいクレイジーですから、クレイジーですからね、悪い子、まっしぐらで悪い子なんですけど、ちょっと真面目に話をしてみました真面目な悪い子ね、はい、いいじゃないか、はい、そんなバトンをつなぎますお願いします。次は普通の子です。営業ワンセットですしね、あ、普通の方でね、普通の方がこれくれた、はい、そうなんですね、じゃあ渡して、わかりました、普通の人にバトンを渡します、ありがとうございます